こんにちは、にじこです。こんにちはっていうか、今夜中の2時過ぎです。寝られなくて、もうちょっとね、今日ね、朝早くに話そうと思って、もうサムネイルも作って用意してたんですよ。なので、まあ話すだけなんですけど、これ喋らずに寝られないと思ってね。ちょっとこれ見ました？アプリに来てたこの写真、その瞬間だけお願いしますっていう言葉ね。これ風鈴ですかね。風鈴みたいな、てるてる坊主、てるてる坊主の風鈴、そこにね、藤井バレ、河津ブルー、もう一つ小林って見える気がするんだけど、小林さんのじゃないかなという気がするんですが、みんなでお願い、願掛けですよね。このシルエット風さんですかね。なんかもうね、いやもうどうかお願い、晴れてっていう、もう本当にみんな祈ってますよね。風さん字綺麗ですよね。ところですごい綺麗、このレっていう字、お手本みたいね。まあ、それはいいんですけど、もうそれでストーリーにもね、トゥモローって笑顔の絵文字で上がってましたし、ああどうかどうか、本当に本当にもう雨降らないでっていうね、思いでね。でね、今ねすごくね、なんか虫が鳴いててね、外が静かなんですよ。雨も降ってなくてね、これね、晴れの予感ですね、私。で、意外になんかリスナーさんのコメント見てたら、晴れ女だらけだし、これ間違いない。それでね、この写真ね、こうやって走ってたんですね、毎日ね。中学のバスケ部時代の短パンを履いてですよね、これ。ゴッドブレスアス T シャツとね、本当に本当に本当にもう毎日毎日ね、もう祈ってたでしょうね、風さんやズッツさんたちもね。どうかどうか、どうかどうか、フリーライブストリーミングトゥモロー、明日っすって。そうです、明日、もう今日になっちゃったけど、はい、もうどうかどうかね、晴れてほしい。でも私もね、いても立ってもいられなくなってね、これ昨日の夕方これね、たまたまね、届いた荷物の緩衝材に入ってたそんなもの使って、あ、これちょうどいいと思ってね。なんせちょっと雑なんですけどね、そう、全部これ、まあ、野菜ボックスなんですけどね、送られてきて、そこに入ってた紙大きいてるてる坊主が作れるなと思ってね、ガサガサとやっております。はい、もうね、何年ぶりかなと思ってね、本当に何十年ぶりにこんなことしたかなみたいな感じで、あ、ちょっとね、席を立ってね、首をね、ちょっと輪ゴムで止めようと思ってね、はい、そして、顔を描くペンを取って、はいはい、ゴムでね、キュキュキュッとね、キュキュキュッとねはい、止めました。そしてどんなお顔かな、どんなお顔かなもうね、本当にね、ちょっとやっつけ仕事みたいになっちゃってね、もうとりあえずてるてる坊主作らなきゃみたいなね、そんな感じで、本当になんかいても立ってもいられないって感じじゃなかったですか、皆さんね。じゃーん、なんですかこの間抜けな顔、よしよし、本当お願いしますよって感じですよ。なんで立たせるんでしょうね、お願いしますてるてる坊主様とお願いいたしました。もうこんな空だったらいいですよね、本当にね。それで涼しくてね、光も太陽の光も優しくてね、本当にもうそうだといいなと思います。はい、それでこのね、めでたい風さんのフリーライブの日にですね、お誕生日の方がお二方いらっしゃいましたよ。千恵子さん、
9月4日お誕生日おめでとうございます。そしてキミさん、9月4日お誕生日おめでとうございますね。お二人記念すべき日がお誕生日、忘れられなくなりますよね。まあ、忘れないですけどね、お誕生日は。でも、ああこの日に風さんがあってね、これから思い出が一つ増えますね。うん、ああもう本当にもう、ああなんだろうこの、もうね、もう私だけじゃないと思うけど、もう私たちがねこんな気持ちでいるんだからね、当のねチーム風の皆さんや風さんはどんな気持ちでいるか、まあ、意外になんかもう、いやもう神様お任せしたわって言って寝ちゃってるかもしれませんけどね、うん、そうだといいな。うん、もう本当に本当にお任せです。はい、もうできっと明日は13時にみんな笑顔でね、世界の方々はそれぞれハワイ6時ヨーロッパも6時ん違ったかな、ごめんなさいアメリカ9時とか12時とか、もう本当に皆さんその場その場でね楽しまれるというところを私も想像しながら、はい、もういい、今日、ね、寝るの諦める、もうもうねいいです。とにかく明日無事風さんのフリーライブが滞りなく行われて大成功でしたっていうズズさんのダイアリーがまた私たちの元に届くというところまで私は想像しております。はいはい、ではもうちょっと、はい、キリがないのでここで終わります。ありがとうございました。ではまたライブ後に会いましょうね。はい、さいなら、バイなら。